ともすればそもそも生まれてこないのが一番だという心境になりがちな私にとって、武井さんの前向きさ、たくましさ、厳しさ、白ぶくさ、いい薬になってますだって。まあな、そうやって感じる人も中にはいるわな。俺なんかもうこんなに嫌なことあるんだったら、生まれてこないのが来なかったらよかったって思う人も人生いるんだろうな。そう思う時もあるよな。もう何度も言うけど、俺もあったからわかるわ。俺も子供の頃思ったから、そういう風に。なんで、なんでって言って。んで、お父さんお母さんいないの？家に。好きじゃないのかな？俺らのこと。みたいな。子供のこと好きじゃない？嫌われてるんかな？とか思ったりとかした時期あったから。そうじゃないんだけど。うん。母親は俺らのこと多分ね、好きだったし、父親も俺らを食わせるために何とか自分の仕事を作ろうって努力してんだろうなって今では思うし、とか。なんかそんな考えたら、大体そう自分が思ってる、ああ、なんだこれって思ってることって意外とよくよく考えてみるといろんなことが絡まり合ってそうなってんだな。じゃあ俺に責任ないよなって思うようになると思うんだけどな。そうなってほしいですな、本当に。ハッピーになったらいいわな。うん。